私は明細に無事に来れました。なんとか雨降らずにね来て、ここが今明細の、イミグレーションになりますね。こんな感じで、今これみんな多分ねイミグレーション待ちなんでしょうね。ここから皆さんねミャンマーに入っていくんですね。こんな形でチェックポイントになってますね。こんな感じになってますね。来れました、無事にチェックポイントに。多分みんなミャンマーの人なのかな。実はですね、ゴールデントライアングルではボルトも何にもないのでね、帰り道非常に大変だったんですよ。で最終的に行きに来たボルトのドライバーさんに電話をして、帰りも行ってもらえますかというところで、承諾いただいてね、それで明細も行ってもらって、今やっと来れました。感じで、今最北の地に歩いていきます。ここが、あ、ミャンマー。これもこれは何だろう、アライナタトゥー。おお、すごいね。はあ、これはミャンマーなのね。おー、ミャンマー。ちょっとじゃあバックしてまたどっち。You are Myanmar。 これなんだっけ、なんつったかな、あのこのですね、ああそうそうそう、これね。この時はね、田中がド忘れして出てこなくてですね、なんだったっけなと思いながらこの場所を歩いております。かあーすごいね。あ、ちょっとアフターカンバックね、ちょっと先これカメラ。すごいですね、この辺はやっぱミャンマーは宝石の国なのかな。素晴らしい宝石が並んでますね。beautiful day。 おお、奇跡的だな、雨止んでますね。ここが最北の地です。最北の地に来ました。ここが最北の地、そしてここを渡るとミャンマーです。ここはもうこんなに増水しちゃってすごいね。わお、これが氾濫する寸前。あそこからミャンマーになってますね。来ましたよ会長、無事に来れました。ここが最北の地です。前日まで付近の商店街は腰まで使っていたということなので、この水位すごいですよね。橋流されなくてよかったです。だって完全に水よりちょっと下だもん、危ないよ。でもここから撮ってる撮影あったけどね、見てる時ね、分かれたもんね。
ごいね、観光客の方が急に来ましたね。皆さんやっぱりこの国境付近は撮っておりますね。これもこれストーン、これはあれかな、水晶かな、水毛、水毛、全然有用だ、綺麗ね。これはこれだ。タートルな。ベイビー。ああ。ベイビーマミー。ああ。ちょっとじゃあ見てみる。おお、これもね。あ、タートルね。なるほど。ルビーサファイチェイス。おお、きれいな石があるのね。どんもどんも。すごいですね。みんなミャンマー。ミャンマー。OK, thank you.こんにちは。こんにちは。美味しい。あとこんにちは。ミャンマーで。お、すごいねこれ。ブッダ。ブッダ。こういうブッダはいいかもね。手のひらブッダだよ。ね。これがなんだ、サファイアかな。Yes.で、これルビーで、yes. スタールビーはない？スタールビーはない。You want the big, small? まあ、スモールね。そっか、まあ綺麗だけどもう石はいっか。一時期石を集めてる時があったんですけど、インドまでね、あのスタールビーを買いに行ったことがあるんですけど、この辺りでね商売されてる方は結構ね、ミャンマーの方が前半はね非常に多くて、なんかほんとね、ミャンマーとタイの、混在がね、すごく目立つ場所で、とてもね、ミャンマーの石だとね安いんですよ。楽しいところですね。おー、すごいね、これも綺麗だね。
すごいね、これもみんなミャンマーなのかな。すごいですね。すごいね。こっちはタイですね、まだね。すごいね。まあでもだいぶ中国の文化も入ってるんだろうね、この辺りは。それは象牙なのかな。うわぁ、変しいやつ。え？今ね、ちょっとトイレを借りたんですけど、こっち側のね、入っちゃいけないって言われたところに入ってこれました。こっち側のタイのエリアですけど、タイのエリアですけどね、川よりも低いところ、0メートル以下というところに今いるので、お水が流れてくる可能性はあるんですけどね。こんな感じで来ております。おー、めさい。あっちが入る方なんだ。あっち側が入る方なんだね。こっちは出る方で、あ、ブスはそこ待ってて。こっち側がデパーチャーになってますね。おー、これがデパーチャーなんだ。チェンライイミグレーション。ということで、イミグレーションの街をね、後に今度はチェンライの方の街にね、入っていこうかと思っております。こんな感じでね、ここで皆さんバイクに乗ってミャンマーからタイに入ってくる感じですね。すごいですね。こんな感じで今僕は、この場所に来ております、ね、こんな感じですね。はい、はい、ね、こんな感じでここはホテルがあるみたいですね。見てください、これ桃、かわいい桃が、桃プラム、いろいろありますね。豊かですね。これからまたチェンマイの方に降りていきますけどね。この辺りも素晴らしいですね。本当の人たちはみんなミャンマーの方なのかな。顔にね、田中が見て。You from ミャンマー？おー、ミャンマー。ルーナ？おー。みんな綺麗に田中を塗ってますね。田中ね。いやいや、いいですね。
ミャンマーの方はみんな、なんか優しいね。明るい方が多い。おー、こんなか。グー。なあ、ラックね。あれ、このセブンイレブンだったっけ？そう。はい。ああ、本当だ。ということで、お猿のね、お猿さんのお寺にやってまいりました。あんちゃんもいる。モンキーテンプルに今来ました。この上はモンキーいやじゃあモンキーないのかな。こんな感じで一応お猿さんがいるところで、あーお猿さんいるね。あの上の方とか揺れてますね。あの木の上とかもなんかいそう。あ、いたいた。雨宿りしてるね。絶対触っちゃやいよ。危ないよ。うん。噛みついてくるからね。はい。あ、上にいっぱいいるよ。ほら見て、子猿がいる。わ、ブーさん見てごらん、こっちいっぱいいるよ。おーい。かわいい。あそこでも寝てますね。おい、おい、かわいいな。あ、すごいね、あんたたち。そんなところにいるの？かわいいね。またにゃんことは違うかわいさだな。かわいい。おい、来たの、みんな。みんな来たの。すごいね。かわいいね。あ、かわいいのいっぱい来たね。おい。あ、トウモロコシ食べてんの。食べてんの？はい、おいで。傘入れてあげる。はい、はい。おい、
こで食べてんの。かわいい。なあ、ラックな。やっぱビッグボスね。モンキーテンプルですね。なんか輝かしいですね。モンキーテンプル気をつけないとね、お猿さんのうんちがいっぱい落っこってるので踏んづけないように気をつけてください。結構な山の中ですよ。いかがでしたでしょうか。今回は、雨でね、腰まで使っていた迷彩、そしてミャンマーのね、イミグレーションというところで、迷彩の街をお届けいたしました。無事に迷彩のね、イミグレーションはやってましたので、よかったら皆さんもね、行ってみてください。次回はいよいよチェンライに泊まっていきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。グッドマークもお願いします。バイバイ、またね。